おいおい、なに、なに、どうしたの。だいぶやばそう。大ピンチちゃん。うわ、出た。失礼いたしました。勘弁してや。共演を始めるよ。やめて。結構早い段階でここまで来たな。どうしてモルドの戦艦が、まさか大陸を半周してきたとでも。そんな来たん。歩いて来られるだろう。そして船はこちらで作ればいい。まさかそのためにバルドリンドがスタルクを。勘弁してよ。負けだよ私の。これまでの戦争による我が海軍の損害は深刻だ。エドキア殿の海の宮殿もあの大船団が相手では支えられない。ノルドにこうしてバルドリンド軍も今度こそ動くだろう。陸と海から攻められればこの城も長くはない。ああマジかよ。おい、どう負けましょう。戦わずして降伏はできないからね。私はこれから戦支度をして情報で検討指揮を取る。近隣の諸侯には何と伝えます。各自で判断を願おう、うん、これまでの協力に感謝し多くの犠牲を強いたことの謝罪もしないとね。従属君子らには何か。降伏せよと命じたら叱られるかね。叱られるかどうかは分かりませんが、せな、彼らが従うとは思えません。そりゃそうやわ。伝え方はラウラに任せよう、うん、君はここに留まり諸侯や君主たちとは連絡を取ってくれたまえ。いいかい。おい、悲しい、はい、ヘルガ、君は戦傷者の治療を。敵味方の区別はしなくてよい、うん、矛盾しているようだが、それも戦だからね。承知しました。コリン、もう鏡を使わなくていい。恐怖に耐えてよく頑張ってくれた。はい、三人とも。うわ、悲しいな。この公爵伯によく仕えてくれた、うん、心から礼を言う。ビラール様、ご分は。最後の言葉やな。私の矛さ、ありがとうございました。うわ、悲しいなんかこれは。シルーカには君の進言が正しかったと伝えてくれたまえ、うん、分かっておられたのでは。マリーネの手腕が見事だっただけだよ。そうそう、テオ君にもことづてを頼もうか。おお、こんなことに付き合わなくてもよいのだよ。君はもう私の契約魔法師ではないのだから。アルトゥーク伯ビラールのそばに立つ最後の女になれるのなら本望というものです。君には幸せになってほしかったのだがね。私が不幸に見えますか。私は愛情というものを恐れていたのだよ。だがこの後に及んでは自分を許してもいいだろう。あか、めっちゃ聞き入ってた。お、どうしたマルグレット。命というものは、めっちゃ静かに聞いてた。かけてみるものですね。他のものにかけてもよかっただろうに。おい、ビラール、それらは取るに足らぬものだったようです。まったく水凶なことだ。ノルドの兵たちが上陸したようです。海側の城壁を突破してここに押し寄せるのも時間の問題かと。やばいぞ。では最後の一暴れと行こう、はい、かっこいい。お手伝いいたします。かっこいいな。豪華のマルグレット、お、最後の魔法をお見せしましょう。おお、アルトゥーク伯ビラール・コンスタンスだ。私は愛を恐れていた、うん、愛するものを失いたくないから、うん、愛するものを不幸にしたくないから。そんな私に君は至上の愛を捧げてくれた。私はただあなたのおそばにいたかっただけです。さて、ふぅ、行くとしよう。ビラール様、うん、どこまでもお供いたします。いいなあこういう関係も。こっちは攻撃の手を緩めるな。焼き尽くせ。はぁ、撃て。おい、どういう状況や。ぐっちゃぐちゃやだこれ。マルグレット、やられた。おい、
ヒラール様。マルグレット、おい、どこまでもお進みください。何、おい、相手は一人だ、囲め。まずい。愛とはなんと気高いものなのか。おお。だがそれは同時に覚醒した。核も残酷なものでもある。強すぎる。愛する者を失う痛みは戦いで体に刻まれるどんな傷の痛みよりも苦しい。いや、止めろ。しかし今これだけは言えよう。何、耐えがたい心の痛みが伴おうと、君を愛してよかったと。おお、言ったビラ、言った。ややこしい、出てきた。待て、出るな。バルズルク博、我らバルドリンドが持つコンスタンス家は祖父ユルゲンの仇だ。分かった。船員団装填完了しました。まずい。いつでもいることが可能です。これはまずい。うわ、戦う感じ。どういう状況。うわ、あんなん食らってやばいやろ。いや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 、隕石やん。おい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 、ちょっと待って、どうなる感じ。うわ、すげえ。はぁ、直撃したはずなのに。第二者用意。そりゃそうなるわ、焦るわ。え、これどう操作すんのかな。剣でかビラールド。おお、いや、おいおい、どういう状況や。私の誠意は君に譲ろう。うわあ、ここ見たくないな。君は信じる道を進んでいくと。だが見たくない。私はアレクシス殿と君が結ばれることを祈らせてもらうよ。それこそが君の本当の幸せだと思うからね。わあ、我がいとこだ。見たくなかったな。私は自分の幸せは捨てたのですよ。正直になってくれよ、自分に正直に。くー、悲しい。ラウラ様、こちらは順調です。まもなく一角十条の援軍に。知るか。ラウラ様、どうされました。一角十条は陥落した。うわぁ、せっかく頑張ったのに。フィラール様が亡くなられたんだね。はい、フィラール様のお言葉を預かっています。聞かせてくれ。お伝えします、テオ君。はい、何。君には何かと楽しませてもらった、これからは世界を驚かせてくれたまえ。おお、短いけどもかなり奥の深い言葉ですね。